本記事では、主に、日本各地の伝承や民話などに登場する、干ばつから人々を救うために雨を降らせて殺された、竜を紹介する。記事中で、竜の表記は原則として、竜を用いるが、参考文献での表記に従って、竜を用いた箇所がある。工房大師像愛知県一宮市にある、増見田神社には、空海と竜神の伝承が残っている。ある時、 工房大師が雨漕いに当たったがどうしても雨が降らないため彼は火そうで竜の形を作ったその竜が動いて竜たちが皆竜王に降雨を禁じられており逆らえば殺されるというので工房大師は竜が雨を降らせて死んだら神として祀ることを約束した工房大師が水の種として硯にあった少量の水を地面にまくと竜は雲を呼んで大雨を降らせた まもなく、空を覆う暗い雲の中から、バラバラに裂かれた竜の体が落ちてきた。工房大師は、竜の望みに沿って、尾張の一宮に行き、増美賀神社に竜神として祀ったという。奈良県には次のような伝承が残っている。昔、奈良地方がひどい干ばつに見舞われた際、雨漕いの祈祷のために、人々が、僧のもとで、北ッ八孔を修した。が終わった後、 一人の老人がそうに近づき、自分が竜宮に住む小竜であること、竜女成仏の分に感心したので地上の大干ばつを救うべく雨を降らせること、しかし竜王に許可を願い出ぬまま、雨を降らせれば自分は竜王の怒りに触れて殺されることを話した。直後に雲が降りてきて、老人の姿が消え、間もなく雲に覆われた空から雨が降り出した。喜んでいた人々は、 体を三つに切断された竜の鳴きが空から落ちて、北野を見つけた。人々は、体のそれぞれを三箇所に葬った。葬った場所には、竜頭寺、竜原寺、四尾寺と呼ばれる寺が建立された。竜原寺は、奈良市北の象徴にあったという、行基像大阪府にも、同様の伝承が残っている。奈良時代、当地を訪れた行基が雨乞いを行うと、たちまち雨が、降った。 その後三つに裂かれた竜の亡骸が見つかった。狂気は竹やぶに落ちていた竜の王を治める寺を建て、これを四尾寺と名付けた。竜の頭と腹も別々の場所で見つかり、それぞれの場所に四道寺、竜原寺が建立されたという。また、諸国者寺演技によれば、干抜は、聖武天皇の時代にあったという。雨乞いも、甲を奏さず滝の水すら枯れる状況のところに、 行器が来て、滝のそばで、ホッケ八甲を行った。それが終わると、空から若い竜が降りてきて、この干ばつは、人間の欲の深さを懲らしめるために大竜王が、引き起こしたこと、自分は、行器の仏音に報いるべく、雨を降らせること、それによって自分は大竜王の罰を受けて、殺されるだろうことを話した。間もなく空が雲に覆われて、雨が降り出し、田畑は潤って、 人々は救われた。雨が止んだ頃、空から、あの若い竜の亡骸が三つに裂かれて落ちてきた。人々は竜を弔うため、頭の落ちたところに四道寺を、腹の落ちたところに龍原寺を、尾の落ちたところに四尾寺を建てたという。今日、四道寺は遺跡すら残らず、龍原寺は、それがあったとされる場所だけが残り、四尾寺のみが、大阪府市上縄手市にある。 ヨンビデイラには雨を降らせた竜の尻尾とされるミイラ、竜の尾が保存されており、2000年には約100年ぶりに開長されて拝観者を集めた。ミイラは口術の絵本、裂かれた竜の出版をきっかけに知られるようになった。長さは約1メートル、木の株に巻きついた状態であり、昭和初期の生物学的な調査では何らかの海生動物のミイラだと鑑定されたものの、 代々の住職が寺の宝として保存し続けてきたという。高屋によれば、これはおそらくは、雨乞いの儀式に用いられていたもので、王の由来を説明するために伝承が作られた、可能性があるという。富山県の大島町絵本館による全国手作り絵本コンクールでは、四尾寺にまつわる、この伝承を次第にした、咲かれた龍」が百九十七年の最優秀賞を受賞している。 奈良県や大阪府などに残るこれらの伝承は、根尺物語集巻、第十三にある、龍門坊下読書イ持者後五甲武士第第十三の物語に似ているとの指摘がある。この物語によれば、昔、奈良の龍園寺に、日々熱心に、ホッケ行を唱える僧がいた。竜が人間の姿で、毎日のように訪れてはこれを聞いていた。時期に僧と竜は、親友となり、 このことは世間にも知られていた。ある年に国中が干ばつに見舞われると天皇がそう呼び寺に来る龍に雨を降らせるようにと命じた。事情を知った龍は大凡天皇をはじめとする諸仏が国難を防ごうとして干ばつを起こしていること、もし自分が雨を降らせれば殺されること、自分がホッ行によって前世の罪から救われたことを話し、雨を降らせることを承諾した。 竜の言葉通り、三日間にわたって、雨が降り、地上は潤い、天皇も人々も喜んだ。僧は、竜の最後の望みに従って、峰の池の中にバラバラにされた竜の亡骸を見つけて、埋葬し、その場所に、竜会寺を建てた。また、竜が気に入っていた三か所の場所にも竜神寺、竜天寺、竜王寺を建てた。僧は、寺で、北っ行を唱えて、 竜を弔う日々を送ったという。この物語の出典は、本町北家元気中間第67の竜海寺の社門坊で、舞台が大和国へぐり軍の竜海寺、竜の遺体を埋めた場所に建てたが乱に付与された名称も、竜海寺、竜が気に入っていた4箇所に建てたのが竜門寺、竜天寺、竜王寺ほか一寺という風に寺の名称に違いがあり、龍の遺体の状態の説明もないが、 話はほぼ同じ内容である。東大寺洋六巻四、諸院象第四にも同様の話があり、宝蔵僧図による最小王行の功を聞いた竜が雨を降らせる。雨に血が混じっているのを見た宝蔵僧図は天皇は天神神義が支配しているにもかかわらず、雨を降らせたために竜が殺されたことを悟って泣く。寺を混流する話はないが、竜が自身の死後に、 必ずと村うように頼んでいることから、高谷は、もともとの話には、寺の根流のエピソードがあっただろうと推定している。これらの物語では、竜は仏法を信仰し、苦毒を得られたことから、法温のために、自らの命を捧げている。竜が雨を降らせて殺される物語は、他にも、原稿釈書4、宝蔵、雑談集九、名衆の仏法を高仕事などがある。 1305年頃に無盾によって書かれた雑談集では、竜の亡骸を収める寺の名は四道寺、竜原寺、四尾寺とされているが、その所在地は定かでない旨も記されている。井原氏は雑談集での三次の名称は、四条縄手市の四尾寺の川州笹原軍滝村旧山四尾寺略演技における三次の名称と同じであるという。 これらの伝説や昔話はいずれも、雨乞いと竜人を関連付け、かつ、雨乞いの霊言新たかな層の業績や、寺院の縁起にも言及している。これは、仏教の教えを広めるにあたり、民衆が受け入れやすいよう、以前から各地で語り継がれてきた竜人の伝承に、絡めて説明したためだと考えられている。雨を降らせて殺された竜の物語の類型は、中国にも見られており、 比較研究が待たれているとの意見もある。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。雅美田神社の竜神に関するカテゴリ、竜原寺の由来に関するカテゴリ、咲かれた竜に関するカテゴリ。ありがとうございます。